シスタークレアのラジオクレアラモード。皆さんこんばんは。このラジオのパーソナリティシスタークレアです。まず本日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。新しい月も始まりましたね。私ね、新しい始まりの月、月の始まりとっても好きで、こういろんな日々を重ねるじゃないですか。でもこう少しの失敗とか嫌なこととかリセットして今月も頑張ろうってなんかできる気がするから、11月チャレンジしたいこともたくさんあります。もうすぐ年の瀬って考えるとちょっと怖いんですけど、でもそれでももっともっと皆さんに楽しんでもらえることもまだまだたくさんあると思うので、11月も一緒に素敵な月にできたらいいなーなんて思っています。あー、どんな月になるかな。11月、たくさん会いに来てくれると嬉しいです。それでは今夜も夜空にアラモード。この番組はタヌさんの協力でお送りいたします。虹三時ミュージックフェスのブルーレイが2020年1月29日に発売決定。なんと虎の穴で予約をするとピュアパレットの缶バッジがもらえちゃう。ぜひ予約してお家でも公演を楽しんでくださいね。シスタークレアでした。シスタークレアのラジオクレアラモード。改めましてこんばんは、シスタークレアです。いやー、11月かー。っていうことは30たす31日しかないんですね。今年も私でも2020年ってちょっと素敵だなって思うので、ちょっとワクワクはしてるんですけど、でもそれでもやっぱり今年やり残したことがないように、いろんなことを今からでも遅くないと思ってチャレンジしていきたいと思います。私実は高校生の頃にお父様からですね、カメラを譲り受けて、一眼レフのカメラをね、実は持ってるんですけど、一切合切今使う機会に恵まれず、というのは言い訳ですね。ちょっとお蔵入りしてしまっているので、11月はカメラとかやってみようかな皆さんもチャレンジしたいこととかありますか？ね、年の初めにこうやりたいこと100個を書き出すっていうのが私のもう結構続いている習慣になってるんですけど、今どれくらいなってるかな。日々こう更新しているつもりはあるんですが、今年は意外にできてないことが多いかもしれないです。ちょっと2ヶ月でも頑張ってみようかなそれでは今日もお便りいただいております。ノスタルジアさんからいただきました。ありがとうございます。ドグマからクレア様のことを知りました。ありがとうございます。この度癒し全開のトークについうとうとしつつもラジオ最後まで聞きました。クレア様の笑う時の声がとても好きです。体を気をつけてお過ごしください。短文失礼いたしますとのことです。本当にありがとうございます。なんかお便りを送るってね、すごいちょっとある意味ハードルが高いんじゃないかなって思うこともあって、本当にドグマからね、私のことを知ってくださったっていうと、本当にあんまり私のことあんまりなんだろうな、イメージと違ったんじゃないかなってちょっと思って、だからこそこういうなんだろうな、こうドグマの私しか知らない方は普段の私を知ったらもしかしたら幻滅しちゃうんじゃないかなってちょっと思ったんです。そんなにかっこいい私ではないからポンコツだし、いろんなところがこう抜けてたりこうするし、でもそういう私でもこう
いいよって言ってくださる、そんなメールな気がしてとても嬉しかったです。なんかこういろいろな形のその皆さんの中にある私のイメージっていうのがあるんですけれどもっていうかあると思うんですけれども、こうそれをね、それぞれがこういろんな形で受け取ってくださってるっていうのがとても嬉しいです。どんな私でもそれは私が発信している限りそれは私だからと思っています。こういった感想やお便り、短い文で書いてくださってたんですけど、全然すごくすごく気持ちがこもってて嬉しかったです。どんな文章でも構いません、どんな文章でも構いません、構うなどんな文章でも構うんですが、心がこもったお便りすごく嬉しいので、またお便りもお待ちしています。以上、普通のお便りのコーナーでした。毎日エクレア。このコーナーは皆さんからメールでいただいた元気の出る一言をお届けするコーナーです。今日はゆゆさんからいただきました、こんな一言です。いつも君が頑張ってるの知ってるよ。たまには寄り道してもいいんだよ。以上、毎日エクレアのコーナーでした。シスターの言う通り。このコーナーでは意味のない言葉をさも意味ありげに私が読みます。もしなるほどと思えばシスターの言う通り、理解ができなかったらシスターどういうことをとコメントしてください。今日はオアフポストメンさんからいただきました。お金のことばかり考えているとおっかねえ人間になってしまいますよ。以上、シスターの言う通りのコーナーでした。そろそろ今日もお休みの時間が近づいてまいりました。このラジオではお便りを募集しています。概要欄のメールフォームから送りたいコーナー宛てに送ってください。それではまた夢で会いましょうね。今日も皆さん、あらどうも。この番組はタヌさんのご協力でお送りいたしました。